はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、日本赤十字献血バスと血液運搬車です。はい、しっかり見ていきます。日本赤十字社の献血バスだね。正面から見るとこんな感じだね。ナンバープレートもプリントされてます。で、横から見るとこんな感じだね。愛の血液車だって。で、この部分に献血のキャラクター、献血ちゃんチッチっていう名前らしいね。で、こっちは赤十字のマークだね。で、後ろの方を見るとここにもナンバープレートプリントされてるね。献血をお願いしますって書いてあるね。で、反対側はこんな感じだね。さっきとキャラクターのポーズが違うね。こっちは飛んでるのかな。で、上の方はこんな感じで、で、上の部分はプラスチックだね。で、下の部分はダイキャストでできてます。ここからなんかテントがこう出るのかな、イメージとしたらね。で、タイヤは特にサスペンションとかはついてないです。で、特にドアが開いたりとかはしないね。なんとなくここカラーがボディと違ってるけど、ここも開いたりはしないです。こっち側もドアみたいなのついてるけど、ここは開かないね。よく見るとこの部分にはジャパニーズレッドクロスソーシャリティって書いてあるね。これは日本赤十字社を英語で言うとこんな感じになるのかな。あ、中をよく見るとこれ中も普通のバスの座席じゃないんだね。ちゃんと献血ができるような感じの設備になってるんだね。全体的にシールとかなくて全部プリントされてるね。すごくいい感じにできてると思います。で、ちなみにこの献血ちゃんチッチっていうのは好きな食べ物がソフトクリームだって。どうでもいいね。はい。で、写真の方は献血バス2009年の写真になってるね。で、箱の方はこんな感じだね。正面に献血バスの写真があって、横にはキャラクターがあって、こっちは赤十字のマークかな。献血は愛ですって書いてあるね。 Love is action。 後ろの方はこんな感じです。はい、しっかり見ていきます。この車種は血液運搬車マツダ CX-5 だね。正面から見るとグリルの中に警告灯がレッドで塗装されてるんだね。で、ルーフの部分には警告灯がついてます。で、横から見ると日本赤十字社血液運搬車って書いてあるね。で、後ろの方は、後ろの方も赤十字のマークがプリントされてます。で、反対側はこんな感じだね。デザインは一緒だね。で、タイヤはサスペンションがついてます。で、リアのテールゲートが開くね。で、後ろの方を見るとマツダ CX-5 ナンバー82番2012年の写真になってます。で、箱の方を見ると正面のパッケージは血液運搬車の写真だね。で、横はこんな感じだね。で、後ろの方は、非売品になってます。はい、こんな感じで2台並べてみました。で、どっちの車種もすごくいい感じにできてるね。で、これを手に入れようとしたら両方とも非売品だから、献血に行ったらもらえるのかな。でも献血には行ってないのでメルカリで買ってます。血液運搬車の方がだいたいメルカリで2000円で、こっちの献血バスはメルカリで1000円で買ってます。で、両方ともシールとかは一つもなくて全部プリントされてたから良かったよね。こういう献血のキャラクターも可愛かったです。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。